皆さんこんにちは。8月4日、すごくよく晴れた夏の日。今日は友達と一緒に鎌倉まで海を見に行こうということで、今から行ってきます。防水の写ルンですを使って、ちょっといろいろ写真を撮ってこようかなと思っています。海を見るのは久しぶりなので、ちょっと今から楽しみ。呼んでる。よし。どうも、フクロウです。というわけでですね、先日友人と一緒に3人で鎌倉の海に写真を撮りに行った様子を見ていただきました。で今回はですね、普通のフィルムカメラも持ってったんですけども、ちょっと今日ご紹介しようと思ったのがこれですね。この防水の写ルンです。ウォータープルーフ写ルンですっていうのかな？っていうやつなんですけども、今回これをちょっと海に行くということで持ってってみました。構造自体がシンプルで、もう映るんですの周りにプラスチックのカバーを置いて密閉して防水してるっていうような、そういう風なものになります。で、ここ普通にここ巻けないので上を巻いてこうやって、で、このままシャッターを切るって感じですね。ここでというような形で、もう映るんですをそのまま水の中で使えるようにしたっていうような、そういう風なカメラになります。これがですね、結構面白い映画撮れまして、結構今アクションカムとかGoPro とかいろいろあると思うんですけども、フィルムカメラで海に持っていけるとか、水中にチャポンってつけちゃえるものってなかなかないじゃないですか。それがですね、こういう使い捨ての写ルンですでできるところが結構ですね、面白いんじゃないかなと思って、僕も夏とかで海に行く時とかは一つは持っていくような、カメラになります。実際にこのカメラで撮った写真も動画で見ていただいたんですけども、すごくよく写るんですね。というのもちょっと秘密がありまして、秘密って言ったらあれなんですけども、このウォータープルーフの写ルンです持ってくときって、だいたい海とかプールとか、旅行とかそういうところなんですよね。だいたいそういうところってですね、写真撮るのにすごいうってつけなんですよ。ロケーションもすごい良かったりとか、めちゃめちゃいい天気だったりとか、見晴らしが良かったりとか、そういうこともあって、こいつを持ってって撮る写真はすごく、いい写真になるっていうような、ちょっと不思議な魔法があるカメラです。この防水写ルンですって、いい写真を残すためのコツは、もうとにかく臆せずに水の中にガンガン入っていくことかなというふうに思います。浜辺とかプールサイドで写真撮るっていうのもいいと思うんですけども、もうこの完全に水に入れちゃっても大丈夫なので、そのままも持ったままドボンと入って、水の中でもシャッター切っちゃうぐらいの勢いとかがあれば、この面白い写真が撮れるんじゃないかなと思います。基本的な性能はもう写ルンですと同じなので、1メートル以上奥だったら基本的にもう無限遠でピントが合うんですね。なのでそういうこともあって、あまり難しいことは考えずに巻き上げてもう水の中ジャーンと行っちゃって撮るみたいな、そういう風な繰り返しにするとすごくいい絵が撮れると思います。で、今だいたいですね、一
つ1500円、これフィルム付きで1500円で、あとはもう現像出したら現像も1000円ぐらいか。なので27枚で2000円とかで、撮れるような金額感です。普通のフィルムよりもちょっと高いなとは思うんですけども、まあ、その分使い捨てでサクッと変えてサッと遊べるっていうのは結構なかなかいいんじゃないかなと思います。あとはですね、映るんですって結構逆光を映すとかなりいい感じにこうエモい雰囲気になるんですね。なので日中とかこう夕暮れ時とかでも太陽バックに置いて逆光気味に撮影するとフレアが入ったりして面白い絵になるんじゃないかなと思います。というわけでこの防水のウォータープルーフツールですをちょっと今日紹介したんですけども、残念なことにですね、これがですねもう生産終了が決まってます。今年の2019年の末だったかなとかにもう生産が終了になって、多分もう来年の夏遊べるかとか、来年夏が最後ぐらいかな、多分2019年末に生産が終了して残ってる在庫がなくなり次第終了なので、もう多分遊べるのって今年の夏か来年の夏が最後かなというふうに思うんですね。ということもあるので皆さんぜひウォータープルーフの映るんですで最後遊んでみてください。本当にこれ面白いカメラなので、フィルムちょっと始めたいけどなかなかこうフィルムカメラ買うまではいかないなって方とかにも、まずは映るんですとこの防水映るんですでフィルムの楽しさっていうのが伝わればいいかなと思ってます。はい、というわけで今回はこの防水の映るんですの紹介と撮ってきた写真をお見せしました。今日の動画もですね、少しでも面白いなとか参考になったなと思った方は動画の高評価とか、まだチャンネル登録してないよって方はチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。